カレル大学、または、プラハ大学は、1348年に新生ローマ、皇帝カール4世によって創立された、チェコのプラハに所在する、同国屈指の有名大学であり、中央において、最も歴史を有する。チェコ語の聖書法を確立したヤンフスが活躍したが、設立者が新生ローマ皇帝であるため、ドイツ語圏最古の大学である。 またライン側伊藤の神聖ローマ帝国の領域においても最も古い大学の一つである。その後、ス戦争を挟んでの混乱期を経て再開されたものの、第一次世界大戦、第二次世界大戦期にたびたび分裂と閉鎖を繰り返し、現在は名称をカレル大学という、ヨーロッパにおいて長い歴史と権威を有する大学で構成されるコインブラグループに属する。 大学の校舎は、例えば本部と哲学部は、旧市街、医学部は、フラチャヌイ農家といった具合に、町のあちらこちらに散在している。現在、以下の学部が設置されている。創立者カール4世プラハにある、カール4世像プラハ大学を創立したのは、まだ、ローマ王になって間もなかった、カール4世である。カール4世は1316年に、プラハで生まれた後、 1323年から1330年までパリの宮廷に預けられ、パリ大学にて学問を収めている。この経験が後の大学創設に影響を与えたと考えられている。またこの時期に後のローマ教皇クレメンス6世と信仰を結んでおり、この関係がプラハ大学創立を強く後押しした。パリ大学にて学問を収めた彼は、 当時の君主の中でも屈指の教養ある君主として知られており、当時の教養語であったラテン語は、もちろんのこと、チェコ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語を自由に使うことができたという。1346年、カール4世は父ヨハンの後を継いで、米面王カレル1世になり、また前後して、当時のドイツ国王ルートビヒ4世の対立王に選出される。 1347年にルートビヒが死去すると単独のローマ王となり、1355年にローマにて神聖ローマ皇帝として退官を行っている。こうして神聖ローマ帝国皇帝となったカールは、米面を帝国の中心とすべく様々な活動を行っていく。カールは大学設立前の1344年に、 マインツ大師教座に属していたプラハ市教座を独立の大師教座へと昇格させている。この時カールは教皇クレメンス6世と交渉をしている。こうしてプラハ大学設立の準備が整い、創立の1348年を迎える。プラハ大学創立こうしてベ面メンの首都プラハに大師教座が置かれ、カールはいよいよ大学設立の交渉を教皇クレメンス6世と開始する。 初代プラハ大司教エルネストと教皇庁との交渉の結果、1347年にクレメンス六世の名で設立特許文書が発布される。これを受けて、カールは米面王として1348年に設立特許文書をプラハにて発布する。その中で首都プラハに大学を設置する旨を発表し、大学の学生と教師に様々な特権を付与することを述べている。 その後、1349年の直書にてこれを確認している。学館は、プラハ大司教とし、教師と学生は主に、プラハ市内から集められたが、ヨーロッパ各地からも集まった。大学の印象。1360年頃プラハのヤンフスの、銅像中世の文書に描かれた教師と、学生プラハ大学の組織プラハ大学は、当時存在していた大学と同様に、神、意。 法の上級産学学部部と教養学部からなっていた大学所属員は、学部という所属とともに、主に出身地により4つの同教団に属していた。つまり、大学全体を二通りに分けていたのである。プラハ大学での大学所属員とは、教師と学生を指しており、教師中心のパリ大学方式と、学生中心のボローニャ大学方式を合わせた新たな方式と言えよう。しかし、 この両者を合わせ持ったことにより、プラハ大学は様々な危機に直面することとなる。大学の意思決定期間は、大学所属員全員による全学会議であったが、これとは別に、大学評議会が作られ、この評議員を教師が占めることになり、次第に大学は教師による運営へと傾いていく。危機の予兆教師中心の大学運営へと傾くにつれ、 学生の中から不満を持つ者が現れ始める。彼らは法学部所属の人間が多かった。結果として大学所有の建物の管理をめぐる対立により法学部が分離することとなる。この分離はパリ大学方式とボローニャ大学方式を合わせ持つことによる歪みが生じているのである。その後、この分離は収まるもののその後の大学状況に大きな影を落とす。 米面人の台頭を加えて、この時期米面人とドイツ人との間の対立が激化した。そのような中現れたのが、米面の進学者、ヤンフスであった。プラハ大学の学長を務めたほどの人物であったが、イングランドのジョン・ウィクリフに影響を受けたその教えは、やがて、チェコ人の間に広まり、大学内に入った亀裂は、次第に大きくなった。 皇帝位をめぐる争い皇帝カール四世の死後、後を継いだのは、息子のベンツェルであった。しかしベンツェルは、貧困型生らしからぬという理由で1400年に皇帝位を排位されてしまい、代わって、プファルツ先帝皇ループレヒトが皇帝となる。しかしベンツェルはこれを認めず、ループレヒトと対立する。加えて、この当時、キリスト教会内での教会大分裂により、 ヨーロッパ全土が分裂する中、ローマ派の強行を支持するループレヒトに対し、ベンツェルは当時発言力を増していた米面メン勢力と手を結び、米面メン国内のドイツ人たちを駆逐しようとする。クトナーホラ直霊の発布とドイツ人の退去かかる状況の中、1409年にベンツェルは皇帝としてクトナーホラ直霊を発布する。この直霊は、 プラハ大学の運命を決定するものであった。元来、大学での全学会議は、先の同教団単位での投票により決定されていた。しかし、プラハ大学では、ドイツ人が優勢であり、米面人の意見は通らないことが多かった。クトナーホラ直例は、この投票方式を変更するものであった。すなわち、米面同教団に3票の投票権を与える、代わりに、 ドイツ人系同教団は一票しか行使できなくなったのである。こうして、米面人は大学運営を自らに有利なように進めることができるようになったのである。他方、ドイツ人系大学所属員は不満を持ち、ベンツェルに対して直例の撤回を申し入れ、聞き入れられない場合は大学を退去する胸の決議をした。しかし、 ベンツェルはそれを受け入れず、新方式による投票で、米面人の新学長選出を強行し、学長職を譲るよう迫ったのである。これを受けて、ドイツ人たちはついに大学を退去する決意を固める。彼らは、同年5月に、プラハを退去し始める。彼らの多くは、商業都市として、名声を博していたライプツヒに移り住む。そしてこの地で、 ライプツヒ大学を創立するのである。フス戦争と大学特権の剥奪ドイツ人の去ったプラハ大学ではベ面メン人が中心となった。その彼らの精神的支柱となったのがヤンフスであった。しかし、その異端的協議によりコンスタンツ公会議でフスが噴霧に処せられるとベーメンではフス戦争が勃発する。これに対処したのはハンガリー王にして 皇帝だったジギスムントであった。ジギスムントは、不戦争を鎮圧した後、バーゼル公会議にて、プラハ大学に与えられていた特権を剥奪している。これにより、大学としてのプラハ大学は一旦終結することとなる。プラハ大学見学式の皇帝カール4世。大司教が4つの学部の代表者の前で検証を読み上げる。 ヨーゼフ・マティアス・ストレン・クバルト・コレギウム・クレメンティナム、天文観測等法学部棟、法学部棟の、吹き抜け芸術哲学部棟、芸術哲学部棟の館内物理学部棟、チェコ大学閉鎖50周年集会の記念の名番。今やらなくて、いつやるの私たちがやらなくて、誰がやるの ?1989 年11月17日社会学部棟大学特権を、 失ったプラハ大学は人文系の小大学として細々と存続していたが1622年にイエズス会が大学の運営に参画し1638年に至って皇帝フェルディナント3世の直挙により哲学部、文学部に加え法学部、医学部が復活し最高を見た30年戦争を何とかしのぎながら1654年に大学名を シャルル・フェルディナンド大学と解消し、1740年にマリア・テレジアによって大学運営からイエズスカイが排除され帝国直属の大学となる。19世紀になりチェコ人が経済的に台頭してくると、チェコ人とドイツ人との対立が学内にも及び、教員や学生の間に対立を引き起こした。このため1882年に、 チェコドイツシャルルフェルディナント大学とミカド国立チェコカレルフェルディナント大学の2大学に分割。これによってチェコ人の入学者が増え1910年にはドイツ系の学生が3割に対しチェコ系の学生が7割にも上るまでに至った。オーストリア・ハンガリー帝国が崩壊しチェコスロバキアが成立すると両大学ともドイツプラハ大学と チェコカレル大学としてそれぞれ国立大学として存続した。チェコスロバキア併合でチェコがナチスドイツ占領下に置かれるとチェコ系の大学が閉鎖されるばかりかユダヤ人の教員や学生がホロコーストの犠牲となり少なからざるチェコ人の学生がオックスフォード大学へ留学の形で亡命し卒業することとなった。ソビエト連邦によってチェコスロバキアが解放されると ドイツ人は追放された上に、ドイツプラハ大学も閉鎖。19世紀以来続いていた、ドイツ系とチェコ系の大学の並立状態が解消され、現在に至る。現在は、進学部から医学部まで17の学部と4万人以上の学生を抱えるチェコ随一の総合大学である。カレル大学は2014年、QS 世界大学ランキングにおいて、 総合244位と評価され、分野別に見ると、自然科学が158位、医学が224位、人文科学が141位、社会科学と経営学がどちらも290位、工学が322位である。チェコ語の習得が難しいため、チェコには英語で講義を行う大学が大変多い。経済新聞、ハースポタースクのオビニーによる2013年。 国内ランキングでは、カレル大学は、医学、社会学、情報科学、経済学で、それぞれ、第1位、法学、心理学で、第2位に位置づけられている。ABCDEFG、統計スティーバー、ヨアキム W、ポープユージニアス4、ザカウンシルオブバーゼルザセキュラー&、イクリージアスティコル・オーソリティズ・イン・ザ・エンパイアー、ザ・コンフリクト・オーバー・スプリーム、 オーソリティー＆パワー・イン・ザ・チャーチ、スタディーズ・イン・ザ・ヒストリーオブ・クリスチャン・ソート 13, 82,。十三、八十二、isbn 九零零四零五二四零二。ストルパー二千七、p 二百二十八、ダントン千九百二十八、p 二百十、ルラービシャス二千九、p 百九、cd 二千九、p 百四十一、田中二千一、p 七十八。大学の分裂。 ドイツ語系のチェコドイツカールフェルディナント大学ドイツ語、ドイチェカールファーディナンズ・ウナバーサタート、チェコ語系の、ミカド国立チェコカレルフェルディナント大学チェコ語、チェスカ・ニーバーシュタ・カール・ファーディナンド・版に分裂した。法令188、1940コルにより、チェコ語、チェスカ・ニーバーシュタ・カレルに解消。AB、2014から15年版、QS 世界大学番付。 キッカレリー、シモンズ・リミテッド、2015年1月2日閲覧。エデュケーション、シーズ、このサイトについて。エデュケーション、シーズ、2017年5月21日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2015年2月26日閲覧。経済新聞、ハースポタースクのオビニー、2013年版、チェコ共和国の大学番付。 エデュケーションシーズ2017年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年2月26日閲覧ありがとうございます。